こんにちは、豊永淳です。今回はストックを持たないミニマリストは大丈夫なのかというテーマでお話していこうと思います。少し前にデマ情報が流れたことによってですね、お店からトイレットペーパーが消えてたんですけれども、それについてツイッターでね、ストックを持たないミニマリストは大丈夫なのかみたいなことをね、言ってる方が結構いらっしゃるみたいなんですけれども、今回はそれについて話していこうかなと思います。で、僕はですね、自称ミニマリストって名乗ってるんですけど、先に言っておくと、もう今回の話っていうのは、はっきり言ってミニマリストとかも全然関係ないです。それやのに、今回みたいなことが起こるとですね、なぜかこうミニマリストは大丈夫なのかみたいなことになるんですけども、騒いでるのはミニマリストの人じゃないですし、もう大半のミニマリストの人たちっていうのは全く騒がなくて、めちゃくちゃ通常運転なんですね。僕もそうなんですけど、あとですね、ミニマリスト系の本とかに書いてあるストックをしないっていう、この言葉ですね、これについても話そうかなと思います。もちろんこれはですね、僕の考えであって、他のミニマリストの人たちが、どう考えてるかっていうのはもちろん僕には分からないんですけど、僕はですね、僕なりの考えっていうのをお話していこうかなと思います。というわけで本題の方に入っていくんですけども、繰り返しなんですけど、今回お店からトイレットペーパーが消えた件について、そもそもミニマリストっていうのを話に出すこと自体がおかしくてですね、結論ミニマリストとか関係なく、トイレットペーパーを買ってたタイミングによりますよねっていうことです。このタイミングっていうのは、お店からトイレットペーパーが消える前にたまたま買ってたかどうかっていうことですね。お店から消える前にたまたま買ってたとしたら、それって自動的に多少ストックを持つことになると思うんですけど、なんでかっていうと、そもそもトイレットペーパーっていうのは1ロールで売ってないからですね。こんなことはもうドラッグストアに行かんでも分かることなんですけど、8ロールとか、12ロールとかで売ってるわけじゃないですか。コンビニとか行っても少なくとも4ロールからしか売ってないわけですよ。例えばですね、僕はデマ情報が流れる前に、たまたま4ロール入りのトイレットペーパーっていうのを買ってたんで、デマ情報が流れて、お店からトイレットペーパーがなくなる時っていうのは、残り 3.5 ロールぐらいはあったんですね。で、3.5 ロールぐらいあったら、僕の場合は、1ヶ月以上は確率に持つんで、全く心配してなかったんですよ。というのも、デマ情報で、お店からなくなっただけなんで、それならすぐ在庫は元に戻るだろうなって、思ったからですね。実際デマ情報が流れて、何日か経った後に、僕家の近くのドラッグストアに、柔らかめのティッシュペーパーを買いに行ったんですけど、僕花粉症でその日、鼻水が止まらなかったんで、買いに行ったんですけど、その時にはもうすでにトイレットペーパー売ってたんですね。一方で、ミニマリストとか全然関係なくなんですけど、トイレットペーパーを、残り1ロールになるまで買わない人、もしくは単純に買うのを忘れてた人、こういった人が、たまたま、残り1ロールとか、なくなりかけの状態で、デマ情報が拡散されたらどうなるかっていうと、そうなるとトイレットペーパーが手に入らなくて、困るかもしれないわけですね。実際こういう人って職場にもいましたし、僕の友達にもいました。やばい、あと1ロールしかないねんけどみたいな、そういう感じで、トイレットペーパーの、受け渡しをしてる人とかもいたんですね。つまりこれって完全にタイミングの問題で、ミニマリストと何か関係ありますかっていう感じじゃないですか。関係ないですよね。あと僕この時に思ったんですけど、そんなにトイレットペーパーをストックしまくる人っていますかね。僕多分そんなにいないと思っていて、なんでかっていうと、普段からストックしまくる人が、いっぱいいるのであれば、今回みたいに買いだめする人も少ないはずだからですね。僕一人暮らしなんですけど、一人暮らしの人で、未開封のトイレットペーパー8ロール入り、これをね、2つ買う人の方が、少数派なんじゃないかなと思いますよ。だって一人暮らしで、8ロールのを、2つも買ったら、そもそもね、両手が塞がって、持って帰るの大変やし、16ロールもあったらもう何ヶ月持つねんっていう感じじゃないですか。僕だったらもう半年以上は持つかなと思います。ただこういうことを言うとですね、いや、全員がそうとは限らないみたいに、言う人がいるんですけど、そんなことは当たり前でね、それを言い出したら全てにおいてそうですよねっていう感じじゃないですか。例えば2枚重ねのトイレットペーパーを使ってる場合は、消費がもっと早かったりするし、お腹が緩い人だっていると思いますし、4人家族だったらもっと早くなくなりますし、あとはですね、足腰悪くて、歩くのが辛いみたいな人だったら、1年分とかストックするかもしれないわけじゃないですか。だからそれは人によって違いますよね。で、ここまで見てですね、そうは言っても、ストックしておいた方がいいんじゃないですか
ですかとか、まあ実際に紙不足だったらどうするんですかみたいに思う人がいると思うんですね。で、これについても、まあ順番に喋っていこうと思うんですけども、まずストックはした方がいいんじゃないですか。まあこれについてですね、まあストックは確かにした方がいいと思うんですけど、その前にですね、そもそもストックってどこからがストックなんていう話じゃないですか。これですね、もう完全に主観でしかないんですよ。例えばトイレットペーパーで言うと、未開封のものが一つ以上ないと、まあそれはストックとは言わないっていう人もいるかもしれないですし、これは、まあ8ロールのやつをまあ一つ開封して、でもう一つ未開封の8ロール入りのものがあるっていう状態ですね。まあつまり8ロール入りの場合は、まあ最小でも9ロールはあるっていう状態ですね。まあこの状態以上じゃないとストックとは思わない人がいる一方で、まあ僕はどうかっていうと、2ロール以上あるならそれはもうストックかなと思っています。つまり僕はいつもストックしてるっていうことですね。実はこれは最近気づいたことで、まあ僕はトイレットペーパーに関して、ストックしてないと思ってたんですけど、まあそれはなんでかっていうと、まあ僕の中でトイレットペーパーっていうのは、まあ4ロール入りで1つとか、もう8ロール入りで1つみたいな感じで捉えてたからですね。だから前は残り3ロールとか、まあ残り5ロールっていう状態でも、まあ僕的にはストックしてるっていう感覚はなかったんですね。まあ何回も言うんですけど、トイレットペーパーは1ロールで売ってないからですね。で、あとミニマリスト系の本にあるストックはしないっていう考え方、これですね、僕は自分で考えた結果なんですけど、ストックはしないっていうのは、過剰なストックはしないっていうのと、あとはまとめ買いをしないっていう意味で僕は捉えてます。なので、まあサムネイルに、まあストックなんてしなくていいって書いていて、ちょっと煽った感じで申し訳ないんですけど、まあそれは正しくはもう過剰なストックなんてしなくていいっていう意味ですね。なんでそうしたかっていうと、まあ本とかに書かれている、ストックはしないっていう言葉を、まあそのままの意味で捉えず、もう自分の頭で考えた方がいいっていうことをもう知ってもらえたらと思って、今回のサムネイルにしました。というか、まあこれってこれに限らず他のことでもそうで、まあどの発信を見るときにも大切なことなんですけど、全てを鵜呑みにするんじゃなくて、自分の頭でも考えましょうっていうことですね。僕はもうはっきり言うんですけど、まあそれができないのであれば、もうそもそも発信を見ない方がいいかもしれないですね。なんでかっていうと、考えないっていうことは、まあそれは人のせいにする可能性があるからなんですよね。まあ人がああ言ってたから自分はこうしたのに全然あかんやんけみたいな、まあこれってもう完全に思考停止で、もうその前に自分の頭で考えましたかっていうことなんですよ。自分でもちゃんと考えてそれを実行するのであれば、それって人のせいにするとかってしないと思いますし、僕はそれでうまくいかないのであれば、もうそれは自分のせいだなって考えるようにしてるっていう感じです。で、すいません、ちょっと話それたんで元に戻すんですけど、まあ過剰なストックはしなくていいっていうことなんですけど、まあ僕の場合はそもそもストックはしないっていう、発信はおそらくしたことがなくて、ストックはするスタンスなんですね。というのも僕前にブログでも YouTube でも喋ってることなんですけど、まあそれは何かっていうと、なくなったらなえるものは、まあストックすることにしているっていうことですね。まあ例えば、まあこのデンタルフロスとか、あとは保湿剤とか、あとはですね、僕歯ブラシは1ヶ月に1回はまあ交換するようにしてるんで、まあ5本入りで買ってるし、まあこういったものっていうのはストックしてるんですね。で、デンタルフロスと保湿剤に関してはローリングストックっていうのをしていて、まあローリングストックっていうのは何かっていうと、まあ普段から多めに持っておいて、まあ使ったら使った分だけまあ買い足すっていうことですね。例えば僕の場合で言うと、まあこっちのデンタルフロスをまあ使い切ったら、こっちの新しいデンタルフロスっていうのをまあ使うんですけど、まあこの新しいデンタルフロスを使い始めたタイミングで、もう一個新しいのを買い足すっていうことですね。まあこれならまあストックがゼロにもならないし、過剰なストックにもならないじゃないですか。だからトイレットペーパーもこういった感じで、まあ未開封のものをまあ常に一つ置いておくみたいなことをしたら、まあ過剰なストックにもならずちょうどいいんじゃないですかね。まあただこれもですね、どこからがストックで、まあどこからが過剰なストックになるのかっていうのは人によって違うので、もうそれは自分のライフスタイルからまあ考えるのがいいんじゃないかなと思います。まあマスクに関しても同様で、もう自分で考えましょうっていうことですね。次に、まあ、実際に紙不足だったらどうするかなんですけど、これはもうミニマリストとか関係なく、もう困る人の方が多いし、どうしようもないですよね。さっきも言った通りなんですけど、まず一人暮らしだったら未開封のトイレットペーパーを、複数個買う人の方が、まあ、少数派だと思いますし、それこそ繰り返しですけど、紙不足になる前のタイミングで、トイレットペーパーが残り1ロールとかだったら、間違いなく困りますよね。つまり、確実な対策方法としては、未開封のトイレットペーパーを、
ットペーパーをもう複数個買っておくしかないんじゃないかなと思います。まあ、だから確実に対策したい人はまあそうするのがいいかなと思うんですけど、まあ僕はしないです。まあなんでかっていうと、まあ僕はもう未来のタラレバっていうのは基本的に捨てていて、まあタラレバっていうのはもし何々してたらとか、もし何々してればあの未来系ですね。まあ要はもし紙不足が起こったらなんていうのはもう僕は捨ててるっていうことです。こういうのってまあ起こり得る可能性が限りなく低いし、そんなことを考え出したらもうあらゆることを考えないといけないので、まあそうなるともう使わないものを所有しまくらないといけないわけじゃないですか。でそうするとまあ当然保管する場所が必要で、まあだから所有のコストっていうのも上がっていきますよね。もちろん命に関わることは別なんですけども、例えば大地震とかそういうのは別ですよ。ただ僕の場合はトイレットペーパーがなくなっても生きられるし、もう最悪シャワーで洗い流せばいいやみたいな、もう死なへんだけ全然いっかみたいな感じなんで、まあ僕は自分にとって必要以上のストックはしないっていう感じです。というわけでまあ今回は、ストックを持たないミニマリストは大丈夫なのかというテーマでお送りしました。まあ繰り返しなんですけど、結論としてはもうミニマリストとか全く関係なく、トイレットペーパーを買ってたタイミングによるっていうのと、ストックに関してはもう過剰なストックはしないっていうのが、まあ、僕の考えですね。動画の方は以上になるんですけども、まあ、僕は普段 Twitter とか YouTube で、まあ、自分のライフスタイルとか、考え方とかについて発信してるんで、まあ、ぜひチェックしてみてください。まあ、この動画はちょっとでも参考になったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、あと Twitter のフォローまでしてもらえたら嬉しいです。そんな感じで終わりにしておきます。ありがとうございます。